商品レビュー専門 UFO は JAPAN の提供です。今日は少し女性向け、年齢的には高学年ぐらいから使えそうかな、そういうバッグですね。こちら色全体がブラック、そしてファスナー類がゴールドですね。控えめなコテコテ感がありますね。だから使える年齢層は高学年ぐらいから大人、そのぐらいですね。男性の人ちょっと勇気いるかな。この金具類、女性を意識してますよね。このゴールドの感じも、まあ使う人の性別を限定するの嫌ですけど、まあそんな感じですね。これを見て、あ、いいなと思う人、そういう人を使ってみてください。これのいいところ、この開き方ですね。ジッパー開ける、そしてここを開ける、広がるんですよ。出した状態ですと下まで見えますね。だから中のもの探しやすいです。これどういう構造なのか、ガマ口みたいな構造ですね。ガマ口、昔の財布ですね。昔の財布ってこの口の部分に骨が入ってまして、しっかり口が開くんですよね。この構造が使われてます。だから中に入れたものパッと開ければすぐ確認できるんですよね。これ嬉しいですよね。ちょっとしたペン入れとか財布とか入れる場所ありますね。ただこれ開けると周りから丸見えですので、ちょっとプライバシーとか気にする人、こちらに入れてください。前面にポケットがあります。あとサイドの部分、傘とかペットボトル入れられますね。それと背負う部分にジッパーがついてまして、ここを開けると物を取り出せますね。このメインの部分とつながってます。こんな感じ。だからここを開けなくてもこっから取り出すこともできる。こう開けるとちょっと中見られちゃうな。だからこっそり出したい、その場合こちらから出せますね。 あと肩掛けが嫌だなと思ったら、このように手先バッグとしても使えますね。ハンドルしっかりしてますから、こちらをメインとして使ってもいいですね。人前ではこう持つ、一人で実用的に移動したい場合は背負う、両方使いますね。まあ、何か背負ってると格好悪い、でも背負うの楽なんですよ。でも人に見られたくない、まあでもばっかりですけど、そういう場合人前ではこちら、一人になったなと思ったらこれで背負う、バックパックとして使いますね。こう向きで持っとけば、こう向きで持っとけばバックパックって感じしないですからね。見た感じの良さとバックパックの手軽さ、それを両立できるバッグですね。ワンダーユーのリュックサック、年齢的には高学年、そしてどちらかというと女性向けですね。 UFO ジャパンの提供、商品レビュー専門でした。